どうも白石秀則です。はい、今日はですね BE:FIRST TV シーズン2の最終回ですね、そちらで、披露されたスマイルアゲインの The First Take バージョンですね、そちらを見ていきたいと思います。あのテイクめちゃくちゃかっこよかったので、今回ね BE:FIRST TV でどんな風にみんながねパフォーマンスをしたのか、どんなボーカリングをしたのか、すごく楽しみにしております。はい、ウィンズのね立花くんがですねゲストで来ていて、本当ね僕も彼が15歳ぐらいだったっけね、でデビューした時テレビで見てましたけど、すごいですね、もう立派な大人になられて経験も積んで素晴らしい曲を作るようになって、いやいやいや、そら僕も年を取るわけだというわけでございますよ。はい、というわけで、現在 Hulu の18分11秒のところで止めているわけですが、フルをご契約の方、ぜひね、18分11秒から同時視聴していただけたら助かります。はい、というわけで、現在ですね、チャンネル登録者数が 12,890 人かな、もうあと110人で 13,000人に到達をするということで、なんかそういうのって近づいてきたらめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。なのでまだ 13,000人、ぜひね、行きたいので、登録の方まだされてない方はぜひお願いいたします。はい、というわけで BE:FIRST TV シーズン2地上波放送版最終回、18分11秒から見ていきたいと思います。5秒前、4321、ポチリ。おい、すごいね。あのジュノンのハイキーから始まるのすっごいしびれると思うよ。それは夢だったんだと責めた、この瞬間に気づくんだ。音が消えてしまう前に、まだ終わらせないで、綺麗だ。口づけを何回も夢を見よう。スマイル愛を隠した。うん、尺入れてるね、レオは。ここのソート好き。あ、器用だ。雨の音、濡れた音。You ever know? 言葉になってもなぜ、日寄せは答えを連れていくから。そんな、ここいいね。いい声。スマイルアゲイン、夢を見よう。スマイル、きれいだ。見えない、他には何もいらない。太陽が笑って、いいね、力感がない、素晴らしい。涙に口づけを、うん、
うん、素晴らしい。うん。どっから声出してんの、ジュノン。すごい。まあ、冒頭のジュノンもそうなんですが、後半のジュノンもね、もうずーっとツヤがあるんですね。本当、それこそ音源クオリティの、ずーっとベストテイクの、こう、声質で、自分の、生かされる声をね、キュンと出し続けてるんですよね。それって、まあ、ジュノンだけじゃなくて、7人全員に言えることなんですけど、まあ、リョウキもすごい、うーんとこもすごい上手じゃないですか。本当、器用で、鼻にかける癖のある、ボーカリングもそうなんだけども、すごい器用なんですよね。で、竜兵も、これ後で言おうと思ったんだけど、本当にね、他の人に左右されないのね、竜兵ならではの声量で、自分の一番素晴らしい声で勝負してる。うん。それがやっぱ竜兵はブレないなと思いますね。で、ジュノンもそうなんだけど、シュントもね、本当に力感がないの。ジュノンもシュントもハイキーを出すときに全然顔が真っ赤にならないでしょ。顔に力感がないでしょ。叫んでないってこと。しっかり体を響かせて、リラックスして、体を使って、こう、ハイキーを出していくから力感がないんですよね。だから、シュントもジュノンも、お互いの、こう、自分のいい声を出してる。うん。やっぱね、ハイキー歌うことによって、いい声じゃなくなる人もいるんだよ。トップキーが出ても、トップキーがいくらね、高い音が出ても、使える声じゃなかったら使えないから。彼らは、ハイキーを出しても、しっかり、ツヤのある、いい声を出すね。で、ソータ。ソータのあの、風に揺れたのところも、やっぱり僕は好きなんですよ。なぜこう感情が乗っかる歌い方をするので、あそこでグッと掴まれるし、その後の、こう、マナトとのね、2番のエーメルの、こう、掛け合い、うん、もうこう、入り乱れるというか、その中でもやっぱマナトが、ね、ここ竜兵と一緒なんだけど、ブレない。ね、ソータ、リョウキがグッと言ってもブレずに自分の、ポジションで自分の声でスッと入ってくるね。うん、素晴らしいんですよ、この7人は。はいね。その後レオの出てくるね、僕の大好きなね、まあみんなも涙しちゃう、うん、パートがあるんだけども、レオもね、しゃくりを入れてみたら裏声とミックスボイス入れながら地声に行くところ、まだねちょっとあれ研究中だと思うけど、しっかりテクニックを使ってきているし、僕の好きな、一番好きなね、2番のあのパートは、しっかり、まっすぐ歌ってて、泣きそうになるね、何回もね。レオもそうだけど、顔真っ赤にならないでしょ。もう、7人とも力感がないわけ。多分これ、りょんりょん先生の教えがしっかり伝わってるなと。高い音を出すときに、気張って出すんじゃなくて、リラックスして体で出す。ね。で、ローレンジね、ミドルレンジ出すときも、ね、体で歌いなさいっていうね。教えがちゃんとね伝わってると思いますね。みんなほんと力感がないんだから。で、みんな竜兵とマナトの時も言ったけど、みんな自分のペースで自分の特有の歌い方、自分の癖、自分の味と色を出していくんですね。前の人がすげえ言ったから俺も行こうじゃなくて、前の人がすげえ言ったでも僕はこうで、こう言ってるから僕もこう行こうじゃなくて、こう言ってるけどギャって行っちゃおうとかね、こういうこう自分の中の味色を出してる7人だから素晴らしいんだと思います。誰かに影響されないね、しっかり自分というのを確立してて、ことことがこう入り乱れていく、その中にまたチームワークがある、うん、でやはりその中でもバランスが取れていく、うん、決して合わせすぎない、うん、それが BE:FIRST の強さだと思いますね。はい、このスマイルアゲインのテイクで本当に彼たちのボーカルがめちゃくちゃ伸びてるっていうのがね、再認識しますね。うん。いや、最終回にふさわしいんじゃないですか。というわけで今日はですね、BE:FIRST TV シーズン2をね、見ていきました。最高でしたね。はい、私これはハイボール飲んでますが、これは酒がうまい。また BE:FIRST TV シーズン3がね、あることを楽しみにしながらですね、私ベスティは気長に待ちたいと思っております。
はい、ぜひね、1万3000人目指しております、チャンネル登録されてない方、ぜひご協力お願いします。みんなで BMSG、BE:FIRST を追いかけていきましょう。よろしくお願いします。というわけで、BE:FIRST TV シーズン2、スマイルアゲン、ザ・ファースト・テイクバージョンを見ていきました。また会いましょう。白石秀典でした。ブン。